元老院議場元老院はフランス国会の議員の一つ。上院に相当し国民議会とともに両院制の国会を構成する。名称は古代ローマ時代の元老院に由来する。国民議会がブルボン宮殿を議事堂としているのに対し、元老院はリュクサンブール宮殿を議事堂としている。定数は348名。 選挙権は30歳以上のフランス国民とされ、任期は6年。議席は3年ごとに半数が改選される。権限はいくつかの例外を除けば国民議会と同等とみなされている。間接選挙制が採用されており、96の本土権及び海外に4県、そして在外フランス人対象者の中からそれぞれ選挙人が構成され、 彼らによって選挙が実施される。国民議会と共に、両院制を構成する。日本やイギリス、アメリカ合衆国と異なり、一つの議会を構成する議員ではなく、両者とも独立した議会である。内閣の信任、不信任が国民議会の専権事項とされるほか、両院の議決が一致しない際は、憲法改正を除いて、国民議会の議決が優越する。 2021年3月時点の会派名及び議席数は以下の通り。なお、会派の巡行成員には共同議員、さらに結びつきの緩やかなものには関連議員の身分が与えられ、会派別議席数を算出する場面では正規所属議員と同様に扱われる。リステでセナトアッパールグラップスポリティック。 www.senat.fr.25december2015.2015 年12月25日閲覧。小月吉、奥村牧と、ナス都市記。主要国の議会制度。基本情報シリーズ。国立国会図書館。 p34http コロンスラッシュスラッシュ www.ndl.go.jp スラッシュ jp スラッシュダイエットスラッシュパブリケーションスラッシュドキュメントスラッシュ2010スラッシュ 200901b.pdf2017 年9月23日閲覧ありがとうございます。